中です。よろしくお願いいたします。ビリスタジオのエドスタソスロボス、さあ始まりました。ありがとうございます。おはようございます。ビリスタジオのエトスパトスロボスでございます。はい、始まりました。よろしくお願いいたします。ねえ、よろしくね、はい、シーズン3ということで、はい、ありがとうございます。本日はですね、こちら貴公な平井店さん、はい、ライヒーですね、ライヒーさん、おなじみの、おなじみでございます。はい、さあということで改めてちょっとルール説明をね、はい、お願いいたします。このシーズン3からですね、全12回でそれぞれ3333枚、はい、とりあえず流した方が勝ちという、はい、ただ、化けが先行してしまった場合、どんなに枚数を獲得しても0枚となります。はい、そして、まあ、1人が達成してもですね、はい、もう1人が達成しなかったら、はい、次のシーズン、はい、出れなくなりますので、はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫ですけど、すごい気になったことがあるんですけど。何でしょう。あのこの番組ですね、もう今回で29回目を迎えるんですけども、はい、この収録でですね、はい、今まで1回も台本を見たことなかったのに、うん、なんでここに来て覚えてる。さすがに違うのよ。嘘でしょ。いじっちゃん、いじっちゃんやめて。違うの、ここからなのよ。ちょっと覚えてないことが書いてある。いや、わかります。そう、4回が終了しましたが、いじっさんが1259枚、はい、で僕が2426枚、はい、これを読むためだけの台本。いや、わかります。でも、うん、数字4桁の数字2個ぐらい覚えられるでしょ、うん、覚えられない。そんな覚えられません。だとしても、うん、その紙にね、うん、その数字で書いたら分かるんですけど、うん、その前の文字を読んでたから、うん、いやいや、ついでに読んだだけ。29回目です、小沢さん。ねえ、小沢さん厳しいよ、ちょっと。いやいや、見る目がさ、見てる方が絶対に、うん、あれと、なんで急に持ってるのってなるから。29回目です、小沢さん。いやいや、持つこの数字4桁難しいね。いやいやいや、1259-2426はそれ覚えられなかったら、まあ、小学生がやり直してください。大丈夫、そんなこと言ってて。1259枚。大丈夫。そう、前回小沢さんがだからね、そうよ、ガッと行っちゃいましたから。行っちゃったから、だからもう余裕よね、うん、余裕だから。俺今日パチンコやるかも。あ、もうそれはもう本当に自由にしてください。本当に、このシーズンになってから言われたんだもん、好きな台打っていいですよ。ただそのなんか枚数とかには獲得なんないですけどねとか言われてるけど、もう余裕だから僕パチンコ打つか。ただ小沢さん、パチンコってもいいですけど、気をつけてくださいね、うん、僕と離れた時に、うん、僕がですね、ガーッと喋ってる時に、小沢さん、うん、多分小沢さんの映像、うん、今回使われてないですって言われた時に、うん、本当にしばらく使われてない時ありますので、小沢さん、本当に素直に隣でジャグラー打ちます。行きましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。2000枚以上だから。そうだ、俺、僕はちょっとね、うん、大丈夫かなと思っていつも、うん、あれってちょっと最近調子悪いんで。そうだよね、頑張りたいなと、うん、頑張りましょう。はい、思います。行きましょうか。それでは頑張ります、行ってきます。あ、どうも、おはようございます。おはようございます。どうも、すみません、よろしくお願いします。失礼します。どうも。あ、でも今日選べるね。あ、今日選べるじゃん。ファンキー巻いてますよ。なるほど、マイジャグファンキー。うわ、ゴーゴー。あー、なんか久しぶりにゴーゴー回りだな、俺。なんか平井店さんのゴーゴーと俺多分1回か2回しか打ってないんで、多分。あー、そうだね。小田さんはどれ。昨日えぐいことになってるよ。これそうでもないですよ、これ。ありますよ。そうでもないですか。ジャグラーでこれまあまあありますよね。まあ、そっか。いや、なんか他の台と見比べてさ、まあね、でも出てる方は2000枚ぐらい売れてます。2500枚ぐらい出てますから。もう実際決めてよ、だから。あと2000枚取らなきゃいけないんだから。俺ちょっと55やろうかな。角55行こうかな。角55行く。角55行こうかな。初めてのここの角、55の角行こうかな。別にいいですよ、俺好きなところで。角55行こうかな。角ファンキー行こうかな。角ファンで、オセロだったら全ピスタチオにしようかな。なるかな。いやいやいや、ちょっと考えてさ、考えてなるかなっていうのやめて。なるかな。なるかでいいから。角55、角ファンキー行こうかな。じゃあ角ファン、うん、角ファン行こうかな。離れて打ちますね。じゃあ行きましょう。じゃあそうしましょうか。さあ、伊地さん、はい、台決まりましたので、はい、早速実践行きましょうか。行きましょう。はい、せーので行きます。はい、行きますよ。せーの。あ、ちょっと待ってください。はい、マスカットが揃いました。お、いっせーの、せ、はい。まあ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 、一回だけあったんだよな、これで光ったこと。そうなのよ、かつて。やっぱしかもあん時も台離れてたじゃん。はい、
あの信じられなかったから、ね、最初あの時も俺ファンキーでここの台打ってた気がするわ。そうですよ、僕が爆練した時ですね。そう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 、とんでもないあったな。でも今日ちょっともう僕はショックなことがありますよ、うん、あれもうすでに今日ちょっとね、うん、あれと思ったことがありました。朝一で何でしょう。比較的あの僕が先に台選ぶ時と、はい、今回小沢さん先選んでよっていう時があって、うん、今回ね、うん、小沢さんがいや実際選んでくださいよ今回はと、うん、先選んでくださいって言うんで、うん、あじゃあ選ばせてもらおうと思って僕がこのゴーゴージャグラーの角台を座ったんですけど、はい、僕を先に選ばすってことは、うん、僕の頭の中では、うん、僕が席について、うん、じゃあ伊地さんそこだということで僕じゃもうここでいいですここ打ちますと、うん、僕の横を打つのかなと思ったら、うん、まさかの一番離れた角ということであこんなに離れたかったんだなっていう。いや違う違う違う、そんなことない。もうショックです。違う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 。いや、あの伊地さんに選ばせたじゃん。はいはい。で、確かに俺もね、隣かなと思ったんだけど、はい、ごめん、ちょっとこのどうしてもこの台が気になりすぎて、いや、その前日からの流れとか、はい、その台が気になったんだとしたら先に別にじゃあ僕を打ちますでよかったと思うんですけど、はい、僕を先に座らせてからのそちらもう、伊地が動けない状態も、伊地が自分の横に来ない状態をキープしてからのそっちの席は、ね、うん、もうあのショックです僕は。ちょっと待って伊地ちゃん、はい、メンヘラなの今日。いやいや、はい、そうです僕はちょっと集中できません。頼むよ、2000枚出さなきゃいけないんだから。もう小沢のやってることって、うん、カップルとか、うん、夫婦で、うん、旅行行こうよっていう話して、うん、じゃあどこ行きたいの旅行って、うん、じゃあ沖縄がいいなって言ったら、うん、あ、分かった、じゃあ沖縄行ってきな、俺は北海道行くからって言ったら、そんなことない。やりすぎじゃん。じゃあ北海道と沖縄って相当離れてるけどさ。それはいや離れてますよ、うん、もうジャグラーの島の角と角はもう、うん、北海道沖縄より、うん、なんなら心の距離も離れてる。いや離れてないよ。それは会話できてるし俺姿見えてるし今。それは変な髪型がちゃんと見えてるから大丈夫です。いやいや変な髪型で誰が言ってんねん。自分も変だよ十分。応援してるんだからこっちは。出た、聞きました今、応援してますって。もう応援してますよ。もう前回ちょっと出しただけでもう上からですよ前回まであんだけヤバいヤバい言ってたのに天狗になるんですよあいつ。だってもう行っちゃうもん。もう俺3333。人って怖いよな。こう変わるんだもん人ってだからね、本当みんなに言いたい、やっぱり人間って、うん、こう上り調子の時に出会った人ってあんま良くない。下ってる時に人にいかに人間性出るから、やっぱりそうそうですか。そうそうそう、伊地さん下ってる時だいぶ人に嫌われますよ。やめろあなた。なんでだよ。やっぱあのジャグラーで出なかった時のあのふてぶてしさといったらないですから、やっぱり、はい、あーまあでもその僕がジャグラーで出てない時は、うん、スタッフさんにはすごい嫌われますけど、うん、視聴者には好かれますから。確かにね確かにね。そうあのこっちが傷つけば傷つくほどそう、うん、視聴者が喜びますから。やっぱ共感ってやっぱ一番大事じゃん。はいはい、やっぱ共感できるんだろうね。自分がこう出てない時にどういう気持ちになるか。そうだね、スロッターは。うん、でその姿を見てやっぱあざけ笑いたいんだろうね。そうですね、視聴者さんはね。いやでも出してほしいですから、やっぱりそのでもトータルは全然マイナスじゃないですから僕。そうね、だから調子いいんだよね。サードシーズンは終始はプラスですよ。うん、スタートダッシュ決めたんだよね実際ね。そうですよ、だからここからよ、その調子維持してほしいのよ。はい、え、あら、はい、いい音鳴った。はい、ありがとうございます。頼むよ。はいと、ここ大事なんだよ。そう、あ、この並び順はビッグっぽいな俺の感覚。はい、おーい、うーん、はい、いいね。よし、オッケー、ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。おめでとうございます。やろうかな、奥義。え、一回ビッグ引いたら移動作戦やろうかな。嘘でしょ。嘘です、はい、嘘かいなんで言ったんだよすいません、今までない作戦見せてくるなと思ったら。ちょっとやっぱり、うん、確率だから関係ないとはいえ、うん、このやっぱ100回転以内打ちたくなっちゃった。まあまあそりゃそうよ、うん、やっぱり、うん、なんなら今移動するなら俺がその台行ってたのあれですよ、やっぱり、うん、台の
設定とかがもう良さそうとかなんかそんな感じても、うん、この実践時間が短いから、うん、波をつかまなきゃいけないっていうことで結局ねそうだから本当にあれですジョニー大作戦ジョニー大作戦ジョニー大作戦というのはどういうことですか波乗りジョニーから取りましたちょっとマジで分かりづらい波に乗らなきゃいけないんで、うん、ジョニー大作戦ということで分かりづらかったなもうだからサードシーズンはジョニー大作戦ずっとこう波に乗っていきますよこうやって分かりましたジョニー大作戦でシーズン1、2をね皆さん見返してほしいんですよはい伊地知さんのあの情けない負け方ねはい1台でずっと粘ってこのスロットやる方は分かると思うんですけど、うん負けるときって、うん、見切りつけれないとき第2位そうねしがみついちゃうこの変だしこんだけ入れたから、うん、こんだけ返るまでみたいな、うんうんうん、そういうことじゃないんだよ、うん、意外に隣の台にポッて打ったらその倍出ちゃうみたいな、うん、よくある話なんだはい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 やっぱダメな台はダメな台としてもう見切りつける、うん、うんうんうん学んだねこれが大事エトスパとスロゴスでなんかその人生とスロットの打ち方な、学んでるよねこれが大事こっちはだってゼロ回転から1000回転以上まで回した男よ俺数々の伝説作ってきてもやっぱエトスパとスロゴスいやそうね、うん、何が悲しいって、うん、もう結構な時間1時間半ぐらいかけてさ、うん、1時間半までいかないけど1時間何分かかけてさ、うん、こっちは1000何回回してんのに、うん、オンエア見たらさ、うんがっつりそのすぐもう700ぐらいまで行ったからもうそれが悲しかった使わないんだよここのスタッフさんやっぱそれがちょっとね悲しいよやっぱりバッサリ行くからねそううんでもそりゃそうよ普通に考えておっさんがさジャグラーを1000回転ただ回す動画見たくないよ誰が見るんだってえ見たくないですか焚き火を流し続ける YouTube とかあるじゃんあれと、うん、あれはまた別なのよとかとそんな感じで見れないその感じで見れないんですよ伊地さんがジャグラーやってんの焚き火と一緒その感じで見れないです癒し効果ないの癒し効果 ないですねないのかあると思ってたんだけどなないですねなんか俺開いてんってファンキージャグラー打ちたくなっちゃうしねファンキージャグラー見た目はいいからねそうなんかいいねわかるよそれは気持ちは演出でさうんこのゴーゴー光ったりするじゃんわーとか言うじゃん、うん、あれ見たいのやっぱなるほどねじゃあミラクル打った方がいいよああそうだねはいえこれはいいよねあらこの止まりいいよねこの止まりはなんか自分で解除したもんねこれは自分で出したからやっぱ強いもんねおはいありがとうございますこれはいいですよいいですかこれはいいここでビッグやったらでかいマジで頼むよあーじらすねじらすねはいおガトーリアサイマシタ5ありがとうございます何ですかありがとうございましたですガトーリアサイマシタ5ガトーリアサイマシタ5ですはいありがとうございましたシャッフル用語でああ素晴らしい、はい、特技小沢がおとなしいぞほらだからこういうことよこういうことよ、うん、ああいうことやるから小沢が素直にさ俺の横座っとけばよかったのに俺を避けるかのようにあんな一番端にこういうことそんなことないのにな見てんのよ神様は仲良くしなさいよってそんなことないのに誰で一つですよ仲良くしなさいよってああいうことやるからこうなるんですなんで今日その台にしたの？なんかこの平井店でゴーゴージャグラーをあんま打ってなかったからそうだよね府中店はゴーゴージャグラーばっかだったんだけど、うん、平井店で打ってないから、うん、なんかちょっと打ってみようかなっていうピンときて直感？直感で素晴らしいねそんでちょっと内側打とうかなと思ったんですけど、うん、内側にちょっとお客さんが何名かいたんで、うんちょっと邪魔になってもいけないという気遣いからの角度がいいという優しいねやっぱ優しい気持ちをこう使うとやっぱいいのかな、ね、今日ちょっと一味違うんじゃないですか、はい、だから小沢も今度からさ、うん、もうこの収録来るとき、うん、駅からここまでゴミ拾いながら歩いてきた方がいいよそういうことすることでやっぱ大事だからまあそうね験担ぎはできるかもね確かに、ね、そう、うん、神様見てるとしたらやっぱそんだけしたやつには勝たせてくれるからねそう伊地知さん今日ゴミ拾ってきたの
朝、うん、なぜか分かんないですけど、あの、うん、靴下の中に、うん、ゴミくずが入ってたの、それだけ取りましたけど、やばい、250回りましたよ、ね、朝一。朝一300超えはまあまあちょっとやだよ、うん、やだよ。200、せめて200ぐらいまで来てほしいもんね。そう、朝一は。そう、やっぱ朝一は投資がかさむからね。おー、びっくりした、はい、来た、びっくりした今。おめでとうございます。ありがとうございます。256、はい、ビッグビッグ、おー、おめでとうございます。ビッグ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 、ありがとうございます。全然見えてないんでやめてください。はい、すごい、あれだす、早い、あれだす、また100以内、83です。あら、あー、今の、え、光った、光ってないね、光ってないね、大丈夫ね。あれ、これ点滅してましたっけ、んずっと点滅、あれ、プレミアスかですよね、ほら、点滅してるもん、ほらほら、いやいや、見えてない、こっちに、ほら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 、見たいな、見に行こう、はい、はいはいはい、あらあら、はい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 、よしよしよし、素晴らしい、いい子いい子、よし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 、ありがとうございます。おいおいおい、頼むぞ、ここビッグ大事よ、ここビッグ大事、ここバケだったらちょっと怖いからね。うわあ、バッケ、あー、これはちょっとバッケ、まだ大丈夫、1回だもん、まだ大丈夫、ありがとうございます。あれすごい、3連ビッグ、3連ビッグはでかいで、負けなし、負けなし、これはだから気持ち的にめっちゃ楽だもん。そうね、その枚数的にももちろん楽だし、うん、この化けが先行するっていうの怖さもマジで楽。そうね、もうだって化け一緒だったらいいからね。そうだって、前俺会ったのが終点さんで、結構ビッグとかバケとかボーナス引いたのに、うん、バケ引きすぎて収支全然プラスなのに、うん、あのこの番組的にプラスになってないっていうのがあったね。そう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 、ゼロ枚ってのありましたから、あれ怖いのよ、あれは。そうなんで、一番あれ嬉しくないの、複雑な気持ちなの、一番意味が分かんないのよ。そうなのよ、面白いルールですよ。はい、え、はい、すいません、もうなんかもう自然だもんね、もうなんか光るのが当たり前かのような、あれずっと光ってたんじゃないっていうぐらいの。それビッグだったらマジでもう確定よ、はい、そんなこんながビッグなわけないじゃん、見たよ、そんなうまくいくわけないんだよ。そうね、あ、ビッグでした、すいません、すいません、そんな、さすがにね、さすがにバケだと思ったんですよ。そしたらね、ビッグでした、あれめっちゃ喋るじゃん、ね、めっちゃ喋る、さすがにもう4回目はバケかなと思ったんですね、うん、でパッと見て、おっしゃるですね、うんうん、ビッグだったんですね、ありがとうございます。ちょっと怖い話みたいに喋ってる、すいません、すいません、ありがとうございます。熊田雅史さんの口調でちょっと説明するのやめてもらっていいですか。熊田雅史さん、すいません。今日確定じゃん、もう確定ですね、これは、これはもう、もうでしょ、安定でしょ、もうこれはもうでしょ。いや、言ってその先を、これはもう何なのよ、これはもうです、これはモーゼス夢です。何ですか？モーゼス夢です。あ、知らない？何ですかそれは？モーゼス夢知らない？誰だっけ？吉本所属の元陸上選手。モーゼス夢知らない？ごめんなさい、ごめんなさい、存じ上げてなかったです。有名よ。あ、本当ですか？モーゼス夢。そうですよ。タブレットジュンさんの弟子ではないですか？違います。タブレットジュンさんの方が多分ですけど、ごめんなさい。知名度低いと思います。申し訳ないです。俺は好きですよ。好きですよ。ほぼ見た目が高見沢さんの、ね、そうです。アルビーの高見沢さんの類似タレント。はい、いや、類似タレントじゃねえわ。類似タレント。そんなこと言うな。タブレットジュン。すごいな、4連続ビッグ。なんか、はい、私も悪くないですよね。なんか調子悪い感じしちゃうんだよ。だから次光ったのが、小田さん基本すごい大事よ。そうね、次でバケかビッグかだから、うん、そりゃそうだよ、次で光ってバケかビッグ、バケかビッグかどっちかなんだから絶対。いや絶対そうだよ、どっちかなんだよ、外れはないよ絶対。そう、どっちかなんだから。すごい大事。俺今
うんって言ったけどすげえ当たり前のこと言ってんだ。どっちかです。だビッグだったらでかいし、ビッグだったら嬉しいし、本当にあのバケだったら怖くなってくる回数ですよね。次マジで大事だよね。で分かんないからね、うん、そんなこと言ってて光らないまんま、はい、カット。光らないまんまで光りました。ごめんなさい、ごめんなさい、小田さん。はい、私も。え、しかも探知をこの短時間で2回行くのはかなりの必要ですよ。あらあらあら、せーので行きます。一緒に行きますか。はい、回しますよ。もう回してますよ僕。あ、はい、第2まで備えました。はい、 OK です。じゃあ一斉の手の掛け声言ってください。はい、一斉せーの、せーで。あ、ちょっと待ってください小沢さん。はい、ちょっとあのしかもあの小沢さん、いっせーの、小沢さん、はい、いっせーのでってないんだ。あのね、ごめん、俺も押した瞬間ちょっと音聞こえてきちゃってずれて、はい、あの外しました。ちょっと申し訳ない。はい、ビッグ。はい、おめでとうございます。ありがとう。いや、でも小沢さんの前回の府中店やばかったから、ね、いや、やばかったよ。あれやばかったから相当連チャンした。僕は、まあ、あの時の記憶は消してるんで、はい、なんでよ。やっぱりこの人のさ、うん、やっぱ例えばワールドカップとかオリンピックとかさ、うん、人の喜びって、うん、すごい喜べるけど、うん、このスロットに関してはマジで人が出てるの喜べないから、ごめん、絶対嬉しくない。あ、ダメだ。 あの人もうここから、ね、ここから1個も出なくなりました。絶対嬉しくないんだよ。最初と言ってることが違う。優しい気持ち持ちましょうみたいなこと言ってたのにさ。え、人ってさ、そう簡単に変われないんだよ。人は人はそう簡単には変われないんだ。おい、おい、ここビッグ頼むよ。お願いします。おね、ガイします。あー、いい勝負ですね。バケ、バケ、あー、いい勝負。ドキドキさせるね。うん、ふと思ったんだけど、はい、ここで流して終わってもいいんだよね、別にね。ダメですよ、ダメですよ、小沢さん。いや、その違う台行ってもいいわけじゃん。まあ、それは違う台はいいですよ。そのもう休まないよ、別に。俺ここで終わって終了ってしないよ。いや、今その感じだったから。いや、それはしないです。ダメですよっていう。あ、小沢さん、はい、ソッカーじゃなくて、それただ普通の大移動です、小沢さん。ただ普通の大移動です、小沢さん。それ申し訳ない、変なこと言ってました。すいません、普通にいい加減してください。すいません、今のは申し訳ない。なかったことに。うん、なかったことに。小田さん、はい、シンプル謝りやめてくださいね。うん、こういうところ切らないから、このスタッフは。こういうシンプルミスは絶対切らないからね。なんのミスだね、今のね。今のどういうことよね。伊実さん、はい、ちょっとこんなこと聞くのあれなんですけど、じゃあやめてもらっていいですか。なんでよ。あれだったら、あれだったら聞かせてよ。何ですか。最近元気でした。ちょっと待ってね、どういうことね。ちょっと聞きたいのよ、最近元気だったか。どういうことね。久しぶりに会った同級生みたいなさ。うん、っていうのもね、そんなことあるね。はい、いや、私元気じゃなかったんですよ。あ、そうなんですか。そんな素振りなかったら何かあったんですか。あの2週間ぐらい前にね、まずね、はい、ちょっと目の方をやりまして。目の方、はい、物もらいになって、はい、まず眼科に行ったんです。はい、で1週間ぐらい前に、はい、ちょっと発熱しまして。はい、このコロナ怖い時期に。危ない危ない。そうで、 PCR 検査を受けて、はい、無事陰性だったんですけど、はい、で行って血液検査の結果が、はい、もう先生がさ、はい、聞きに行った瞬間にさ、はい、もうなんか笑ってんのよ。はい、で、内臓脂肪が普通の人の数値が100とからしいんだけど、はい、俺960あったって。え、内臓脂肪めっちゃあるってこと。そう、おう。で、先生笑ってた理由が、うん、
暴飲暴食だね。って笑われた。あなたの体型で？そう。で、もうお菓子とか食べ過ぎだからダメだよとか言われたんだけど、うん、俺食べてないのよ。あんま俺見たことないもんね。そうじゃん。小田さんが食べんの。家でお菓子とか食べないから、うん、食べてないですけどねって言ったら、うん、食べてるよこれはって言われて。何で太ってんの？マジでわからん。いやマジで何なん？いやわかんない。だから最近ちょっと家とかでちょっとビールとか飲むけど、うん、そんなにガブガブ飲まないしさ、もちろんたしなむ程度、うん、だし、奥さんが作ってくれる料理だからさ、前みたいに完食してバクバクラーメン毎日とか、うん、太った理由は多分ラーメンだと思うよ。まあ、20代二郎系ラーメンか。そう、20代前半で家出て実家出て、うん、同期とルームシェアしてみんなでもうそんなの好き放題食べるじゃん、うん、だ太った理由は多分それだと思うんだけど。あ、ちょっと静かしてください。はい、プレミアで遅れが出たんで。うーわ、遅れびかり、フリーズびかりが出たんで、すいません。太りびかりじゃないの？ちょっと C で小沢太りびかりじゃなくて。いや、噛んだんでダメそうだと思う。俺もバケが嫌すぎて、うん、ビッグビタ押ししてるからもう。もう大丈夫だから。はいはいはい、え、はい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 、ありがとうございます。ありがとうあらビッグありがとう、ありがとうございます。もう絶対そこから動かないじゃん。いや俺でも全然ずっと移動考えてんだよ。あれずっと移動、うん、200回転回ったら移動ちょっとずっと持ってんだよ。あら、ただ出てくれてるよ。やっぱその波だからさ。まあね、ずっと出るなんてことないから。うん、いつか終わるから。その確かに確かに、そう、ちょっとそろそろ僕もジョニー大作戦の頃合いかもしれないね。移動か。うん、でマジで移動は考えとるよ本当に。今ね167。なるほど。そう、ちょっとでも、うん、その大移動しよっかなって言いながら、うん、もう打っちゃったら終わりだから。そう、これ怖いのが150で俺移動しようとしてたのよ。はい、結局ね172まで打っちゃってんのよ。うん、だからもうジャグラーに関しては、うん、1回転で、ね、出されちゃうこともあるから。そうね、それを考えたらしょうがないもん。ってことで俺200で移動します。じゃあ、お、宣言しました。はい、大移動か移動じゃないか。200。あれ200超えてない？はい、超えました。あれ、やめないの？あなた、え、なんすか？やめないの？え、はい、あれ？やめません。やば。や、石弱。やめるやめる。石弱。中に入ってるコインだけやって、もう、あ、もうゼロなんで。もうその石が弱いです、もう。あ、この1回転で当てるから。この1回転で当てるから。移動しましょう。素直にね。いいんですね。いいのかな、移動して。じゃあしない。ああ、しないかーい。しないかーい。ちょっと見ようかな、まず。すごいな。普通に考えたら多分アイムジャグラーいいですよね、多分ね、僕の状況だったらね。もうあんまり枚数減らしたくないし。まあね、うん、一旦ちょっとあやかって、実際やっぱいじけちゃうから隣行こうかな。来ます？実さんの隣行こうかな。隣来たよ。あ、隣来ました？隣来たよ。やったね。なんかごめんね、気使ってもらった感じで。全然そんなことないです。やっぱマジですか？うん、じゃあちょっと僕移動します。嘘でしょうね。え、バカ、バカでもないけど別に。移動いいけども移動します。100で移動しようと思う、ね、ちょうど100でちょうど、もう落ち着くと。いやねねねね、もうさすがにこんだけ出てるから。それいいけど、いいんだけど、はい、そのさ、カメラセッティングを
してくれてさ、はい、今の今、はい、ちょっと申し訳ないなとは思わない。いやいや仕事ですからその、まあ、彼のいやいや、まあ、あなたが言う通りよ、はい、それは全然いいんですけど、彼の仕事はこのカメラの仕事で、はい、僕の仕事がジャグラーに向き合うってことが仕事ですから、はい、全然そんなこと気にしたら言えないんで、まあまあ、移動します。そうですけど、まあ、どうぞ、はい、どうぞどうぞ、もう好きにしなさいよ、じゃあ、はい、本当に来るかい。本当にです。いいけど、これは移動させて。すごいな、でも確かに出てるね。そう、もう出たね。もうだからやってもいいんだよ、多分やっても飲まれることは絶対ないから、うん、やったっていいんだけど、ね、この確率の問題で、うんうん、もう落ち着くだろ一回と。決断が早い。そういうことです。これ打っちゃうっていうのあるよね。決まりました小沢さん。あ、決まりました。はい、というわけでね、台移動してきたんですけれども、はい、ファンキージャグラーのですね、うん、角台がビッグ2回。俺の台だそれ。俺の台じゃないけど、俺が打ってた台だな。ビッグ2回、バケ2回で空いてたんで、俺ちょっと打とうかなと。211だろ。211回って、はい、うん、俺その台。そこ行ったの。はい、なんか空いてたんで角台が。俺が空いたんだよ。俺がどいたのその台。あ、そうなの。そうよ。あ、この台か。小沢さんやってたの。カドファンって言ってたじゃん。あ、そっかそっか、これか。ちょっと何ですか。ちょっと待って。何ですか。ムカついた。え、どういうこと。何がですか。俺カド5号行ったのかな、俺これ。あ、僕の。うん。あ、いい、どうぞどうぞどうぞ。全然どうぞです。行ったろ。ちょっとごめんなさい、カメラをずっとこのぐるぐるさして。全然どうぞです、小沢さん。ここで出したろ、マジで。もう先生ね、何回もなんか移動しました。はい、カメラばっかり動かして。移動した。移動しましたよ。じゃあ行きましょう、打ちましょう。僕待ったんで。打ちましょう。どっちが光らすかよ。そうよ、喧嘩よ喧嘩。当たり前やんな、もう。あれバカだよ、こんな台、いい台移動するなんて。バカなんすよ。いや、もうだから出がらしの台よ、出がらしの台出がらしの台にあんたはしがみつけばいいんで見ててくださいよ。まあ楽しみですわ。まあ見ててくださいよ。エンディングが楽しみですな。おっ、おいえ、あ、光ってない、すみません。あ、びっくりしたびっくりした。いやな、嫌な時の笑い方してるよ、実際今。光ってはないです、すみません。私、今一緒ですから。そうですよ、うん、大事よ。次本当ビッグじゃないとダメなのよ。さすがに7回連続ビッグはないと見た、俺は。正直ね、そんな気してるよ、俺も。でも、この台打たなきゃなんかちょっと負けた気がするね。負けた気がするから。違う意味で負けた気がする、うん、なんか気持ちでやっぱ負けちゃダメだと。僕今258回転なんですけど、うん、これ300までには光るんで。なるほどね。はい、300までには光るんですけど。今こっち140なんですよ。はい、300までは光りますから。いや、長いんで長いの、ね、300までにはこっちも光るから。全然光ってくれて構わない、それだったら。はい。何ですか。エスパイトーさんの真似しました。なんで。え、急にこのタイミングで。エスパイトーさんのモノマネをしただけです。はい。何ですか。ヤスコちゃんの真似です。え、誰。はい、ヤスコ最近人気のヤスコちゃん。ピン芸人、女性ピン芸人。はい、元自衛隊の。可愛らしいね。可愛らしい。はい。お、誰ですか。はい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 、あるある探検隊の最初のハイです。いや、わかんないわかんない。レギュラーさんの最初のハイです。最初でもいいし、はい、2個目も変わんないから別に。それすいません。はい。あ、なんですか。ゴジラ松井秀喜さんです。うん、はい、ゴジラ松井秀喜さんのモノマネする人のモノマネね。じゃあ花輪さんですね、要は。はいはい、何ですか。沖縄民謡のはいやはいやはいやいやさっさのはいです。ちょっともう分かんないとこまで行っちゃいました。誰かは分かんないですけど、ちょっともう
あの長いし、この敗戦試験ちょっとやりすぎだし、しつこい。ちょっとごめんなさい、沖縄民謡出てきちゃったらもうできないです。ダメですか。あ、はい、すいません。ひころんのひころんのよくよく考えたら、はい、打ち始めてすぐこんなこと言うのもあれだけど、はい、なんでこんなことしてんだろうな。いや、そうですよ、この台を、そのしかも私に関してはもう300超えたしさっと超えたし、そのなんで台交換するみたいなことしたんだろうな。俺もだってこれいい加減バカだと思ってるのに、なんでこの台、いや交換したことは知らない、あなたがやってましたからなんか悔しいなとか言って、俺なんでこの台選んだんだろう。最近ちょっとハマってる台打つの怖いんだよな。あら、それはジンクスですか。なんかもう最近ね、ハマる台やっぱハマる気しちゃうんだよ。なるほど、移動するなら今よ。大丈夫です、大丈夫です、それは。いや、動かないんかい。やっぱり小沢さんをギャフンと言わせなきゃいけない。もうだ、そのためだけにそこ座ったから。はい、そうですよ、そうですよ。これ本当2人とも共倒れしたら元も子もないから。だから小沢がもう俺の、うん、台を先選ばして、うん、はい、え、来た、はい、はい、ここ大事、ビッグかどうか。はい、ビッグでした、小沢さん。小沢さんやられたぜ。ここで僕を100回転以内に連チャンすると見てますから。ありがとうございます。あれ、何回、何回、367です。あら、なんで220何回で空いてたんで、まあ全然だよ、100、まあまあまあと140ぐらい、140回ぐらいで、まあまあまあです。小田さん、はい、そちら今何回ですか。270です。はい、早っ。はい、はい、チェリー会場、チェリーで、はい、あれです。ここが大事よ、負けっぽいな、これ。ビッグ、ビッグに狙っちゃうよ。ビッグ狙っちゃうよ。はい、はい、来ました。何ですか。ベグ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 。予想通り連チャンしますよと言ったんだよ。予想通りすごいな。エトスパトスロゴス史上一番ムカついてるかも今その勝ち負けとかじゃない感情が出てる。視聴者さん知らないかもしれないですけど、離れてこれ対話できるとこのマイクとこのイヤホンで聞こえてるんですよ、相方の声が。イヤホン取るかも途中で。なんか、うん、宣言通り、うん、光ったら連チャンすると思って台移動したんだけど、ここに、うん、本当にそうなってみたら、うん、ちょっともうかわいそうになってきた小沢さんが。いや、思ってないだろ今。いや、ちょっとかわいそうです、小沢さんが。めちゃくちゃ笑ってるさなあ、あいつちょっとかわいそうになってきました。小沢さん、枚数はあるんですか今。あ、枚数あるんですか、まだ。追加です。あ、今追加中なんですか。今お財布からお金を出しました。なるほど、入れました。この時間残り30分での追加はきついですね。小田さん入らん。小田さん、はい、頑張よし頑張ってください。小田さん応援しておきましたね。小田さん、うるせえ。あと30分ですか。それビッグ6回だよね。これビッグ6回だよ。あと30分だよ。はい、え、ってことは伊地知さんってビッグ8ってこと。はい、そうです。で、バケゼロ。はい、ビッグの申し子がなんで、はい、申し子が、ビッグの申し子なんで、はい、光る気がしないなんでやってんのマジで。俺がだからもう、うん、俺がもうきついと思ってやめてんだから。そうで、俺も光る気がしない、この台はもう。なんで打ってんの、じゃあやめなさいよ。意地やめろ、じゃあいや、良くないパターンですよね、だから本当にこのもう
意地でこれ打っちゃってるっていう、まさにもう絵に描いても悪ノリですよ。そうだから、シーズン1でもあったじゃん、もうこんだけはめちゃったからここで出たいみたいなさ。そうだよ、関係ないから、まあ、全然まだ後戻りできるから。やっぱ本当にあれだね、このスロットとかパチンコやる人の心理だよねこれね。うまいことできてるわ。だからもう後手後手に回ってるうちの終わりなんだよ。そう、あと30分でしょ。はい、気持ちわかるわっていうのと、本当にこういう打ち方しちゃダメよっていうのを俺はもう、まあ、教訓としてね見せつけてます。こっちはだからもうそんな小沢さん言ってる暇にもう光っちゃうからね、今後はもう言ってる暇に。もう俺だって移動したいけど、うん、移動しないって決めてるし。もうダメですよ、もう700回って終わってくださいそれは。うん、それ期待します。逆に352今だからもう僕のやめ時が素晴らしかったのかが、うん、もう物語っちゃってるんで。そう、別にその350回回ったら、うん、別に出されても全然いいし。そうよね、別にビッグ出されても、うん、正直多分光ったところでバケだと思う。見たいな、うん、今のところで動画配信やめて、うん、こっからは有料サービスで、サービスでついたらお金払うもん俺。俺課金しちゃうわそれ、課金。続き見たくて俺。あいつこの台どうやって光らしたんだよ。何回転今？395。やばいやばい。あいつこの台どうやって光らしたんだよ。やめ時ドンピシャだった俺。はい、150回になります。はい。はい、移動します。宣言通り移動します。ちょっと 見ます。でもちょっとね、俺気になってるであったのよ。あら。ちょっと周りチラチラ打ちながら見てたんだけど、うん、気になる台があったのよ。よし、ここか。こちらで、こちらで、こちらで多い行きたいと思います、小田さん。あれ、この台、なんか48回回ってますか、小田さん。俺が回したの。あ、そうですか。うん、こういうことです、小田さん。もう見ててください、小田さん。すぐなんで。ペカ、500。俺のやめ時素晴らしかったね。すごいよマジで。マジですごい。おー光ったー。ここですよ、ここですよ、大事なの。ここビッグだったらその分プラスになるわけですから。まあね、そうだね。おー、いやビッグかーい。小田さん、ここ化けでしょ、小田さん。小田さん、俺も化けだった。でも嬉しいでしょ、嬉しいでしょ、でも。うん。ここですぐ連チャンするかどうか。あと10分ですって。あと10分。はい。もう終わってもよくないですか。そんなに時計見るなら。あのこっちからのカメラもちょっと用意してもらっていいですか、今度から。すごい腰重そうに終了って書こうとするんですけど。めっちゃ遅いんだよ。それは小沢さんに気使ってんじゃない？気使ってくれてんのかな。めっちゃ遅いね今。ペンのキャップ開けてまだ書こうとしてないの。いやまだ時間じゃないね、それは。まだ時間じゃないの。小沢さんにもう一回ビッグ引かしたいんだよ。閉めたじゃん、蓋閉めたんだけど。小沢さんにもう一回ビッグ引かしてあげたいんだよ。いやそういうことか、逆にね。優しさよ。優しさか。おー光った。おーい、頼む、マジで頼む。おーい、ビッグ、これビッグだったら枚数的には、枚数的には。おーおー、すごい、素晴らしい。よかった、素晴らしいよ。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、ちょっと、はい、過去一、はい、素晴らしい動きをしましたね。動きが最後だけちょっとね。いやいやいや、最後ちょっと500枚ぐらい飲まれちゃったんで、それがなければちょっとよかったんですけど、最後だけちょっとあれでしたけど。ということで、伊地さん、はい、投資どうでしたか。結果はですね、
投資138枚で、うん、ビッグ8の、うん、バケ0ということでですね、うん、合計流したのが877枚、うん、今までのトータルが2136枚になりました。素晴らしい、ありがとうございます。すごいね、ここは結構でかい、なんかこの877はでかい、この人うめえなっていう感じの、ありがとうございます、動きでした、ありがとうございます。はい、このバナナはでかいです、本当にすごいです。バナナちょっとよく分かんなかったからごめんなさい。877のバナナ、ね、このバナナはでかい、あびっくりした今、はい、急に下ネタかなと思って、下ネタじゃないですこのバナナはでかいです、ありがとうございます。いや素晴らしかったですよ、はい、で私がですね、はい、投資が、828枚の、はい、回収がですね今日最後のビッグがでかかったね、大きかった485枚でございます、はい、で合計が2911枚ということで、はい、あと400ちょっとだ、このルールに助けられましたね、うん、収支的にはあれってなってますけど、でもトータル的なあの枚数で言ったら、うん、3枚数じゃなくてね、流した枚数ですから、そうそう流した枚数だから485枚獲得ということ で、 そうでビッグがごめんなさい4回のバケが2ということで、はい、ちゃんと回収もできましたけど、無事大丈夫ということで、ただなんかねとスパトスロゴス史上一番今日はムカついた、いやでもね、なんかあの台のやり取りとかなんか、で僕は期待してましたよ、あの500オーバーからの、うん、バケを期待したんですけど、うん、ビッグいっちゃったから、小田さん俺ももうどっちでもよかった、本当にこうなるんだったら、こうなるんだったら、いやでも面白い、でもよかったよトータルは、まあまあよかったよかった、3333枚目指すのはもうルールはそこだから、行ったででも過言ではない、これはもうそうだね、行ったもようなもんだから、行ったらまさかの、うん、エトパトスロゴスでジャグラー以外という夢の企画が、あーそっかそっか、2人で行っちゃえばもう夢の企画が待ってますから、できますから、はい、確かにもう頑張りましょう、だから行きましょう、2店舗目行きましょう、はい、はい、というわけで次回もまた見てね、見てね。